あれシードがやめてる。どうした？揉めてるのかヨナさんと。ヨナさん、どうしてここに？うん。シド君に相談があってきたの。私ずっと考えていたんだけど。あ、うん、リンクさん。なんだ今の。別れるのか？おう。おう、リンク、どうしたんだ？何か分かったのか？うん、古代の石器の謎が解けて、光の柱が現れた？石碑にあったことが正しければ、その場所を調べれば空への道が現れるのか。おお、さすがだな、リンク。これは大発見だぞ。ねえ、シド君。私、その光の柱の調査には、シド君も一緒に行くべきだと思う。今までずっと考えていたの。あなたがもっと自由に動けたらって。シド君とリンクさんが力を合わせれば、きっとこの危機も乗り越えられるはずよ。それはそうかもしれないが、うん、どうしたの？一体何を迷っているの？おいやうん、まだ魔物か。うわ、出た、キンモール。ペドロライク。これは水飲み当てろってことだな、つまりは。ペドロを戻った魔物？まさか、あれが父上を襲ったやつなのか。うん、シド君、水は少しの間なら私たちの力でもなんとかなるわ。頼んだぞ。リンク、一緒に戦ってくれ。やつはヘドロで見守っている。厄介そうな相手だが、気を見て声をかけてくれ。俺の力で君に水をまとわせ、攻撃から守ることができるし、武器を振るえば、まとった水を離すことができるはずだ。おお、シドの水を操る力。シドからオーラが出ているときは、敵の攻撃を一度だけ防ぐ水をまとうことができる。まとった水は武器を振るうことで離すこともできる。強そう、これ。そう。近づかないとやられる一方だぞ。気をつけろ。くそ。どれぐらい近づかなきゃいけないんだろう。足は取られるな。当てた。これで攻撃すればいいんだ。あ、でも相変わらずあれなんだな。これやんなくちゃいけない。あ、弱い。はい。こいつキモいな、マジで。宝箱は落としてくれんだな。やったな、リンク。思い知ってか、ヘドロの魔物め。みんなも無事か。こっちは大丈夫よ。よかった。ヨナさんにもしものことがあったら、俺は、また魔物が現れないとも限らない。やはりヨナさんは里へ戻った方がいい。ありがとう、シド君。でもさっきのリンクさんのお話。貯水湖に現れたっていう光の柱。それを調べればもしかしたら、空から降ってくるヘドロの原因や、ゼルダ姫様の行方がわかるかもしれないのよね。うん。やっぱりこうなったらここは私たちに任せて、シド君も調査行った方がいいと思うの。確かに俺も一緒に行きたいところだが、ヨナさんたちをこんな危険なところに置いては。うん、さっきも任せてくれたじゃない。少しくらいなら私たちだけで大丈夫よ。うん、しかし、はあ、シド君、私のことを心配してくれるのはすごく嬉しいわ。うん、でもあなたはゾーラ族の王子。いずれは里の人々を導く立場。失うことを恐れてはダメ。過去の自分を克服して何も恐れず前に進まなきゃ。だが俺は、うん、ああもう、うん、らしくない。ここは私に任せなさい。めちゃくちゃいい子じゃん。シド君はいつものように前だけを見て思うように進めばいいの。いつもの俺らしく。うんうん、大丈夫。私はいなくなったりしないから。そうか、俺は大切なものを失うことや恐れていたんだな。うおっ、
俺はオラを信じる。ここは頼んだぞ。行こうリンク、光の柱へ。先に行ってるぞ。いつもの戻ったね、シドニー。やっと吹っ切れていつものシド君に戻ってくれたよね。彼は自分が大切なお姉さんを守れなかったってずっと悔いていたの。なるほどな。そして今度は私のことを思ってくれて動けないでいた。わあ。でもシド君は私を信じてくれた。やっぱり彼はこうでなくっちゃね。リンクさん、シド君のことよろしくお願いしますね。いいね、二人ともなんかいいわ。で、貯水湖に向かえばいいんだな。そしたらミファーに挨拶していくか。行ってくるぞミファー。シドはいいお嫁さんもらったよ。この上か、ここか。はい、いたいた。おお、あれが空へ行くための手がかりか。お、の、何だったんだ今のは。いや、今はそれどころじゃないぞ。あの光一体どこから。俺に考えがある。お、はっ。何してんだ。円を描いてる。おお、すげえ。一人で渦潮を起こしてるのか。やはり思った通りだ。そこに入り口のようなものが見える。道は俺が作る。飛び込めリンク。了解した。すごいひらめきだな。行くぞー。もう中に入れば。下洞窟になってるのか。おお、どこに行くのが正解なんだ。あ、これか、これなんだ。壊すか。これで壊すか。いや、水かさが上がって、すげえな、こんなのが地下にあったんだね。うわ、古代ゾーラの祭壇、祭殿。あそこにもある。あとはそこか。うわ、落ちちゃった。最悪。マジか。こうやっていくのか。この上にあるのか、爆弾壊すやつ。お、あるね。
これで壊しちゃおうぜ。おお。すげえこれ。おお。どうやって上に上がるんだろう。でもここから。すごいなこれは。すごい水量だな。すげえ。おお、滝だ。滝が空から降ってきたぞ。おお、リンク、何があったんだ。君がやってくれたのか。なるほど、遺跡で謎の装置を動かしたと。そして滝が現れた。ん？そうか、分かったぞ。滝はゾーダ族にとって道も同然。お、水の架け橋とはこれのことだったんだ。この滝を登れば空に上がれる。ああ、リンク、さすがだぞ。ん？ん？ここへ、ここへ、我が元へ。まただ。誰かが俺を呼んでいる。一体何だったんだ。うん、まあいい、道があるなら先へ進むだけだ。うん、そのゾーラの鎧なら君も滝を登れるぞ。行こうリンク。今の声優さんミファーの人なの。全然違う風に聞こえた。行こう。こんなに長い滝初めてだな。うわ、しかも重力違うんだ。水湧きの島。おお。なんだこれ、水の玉は。なんだこれ。うわすげえ重力が。これ何。わ、なんだ。うわさ、あ、そういうことか。潜れんのかここで。うわすごっすげえ。すごいな、本当だよ。違う、話しかけさせろお前ら。お、なんだここは。体が軽いぞ。不思議な場所だが、今はヘドロの発生源を調べるのが先だ。うん、手分けしていこうリンク。体が軽いことに驚いたのか。おお、やっぱ空島に行くんだな今回は。明らかに広かったもんな。いるやん体調ゴーレム。待って、落ちないで。よっ、こっちに来い。お前のその装備いるんだよバカ野郎追っかけちゃうねー。この装備強いから。いるの、帰ってきちゃったみんな。あ、そういえばこれも見逃してたな。ああ、よっ、お、こっから出てるんだな。
これで上行くのか。おい、すげえ、面白い。わあ、すごっ。すげえ、面白いな。これで上上がっていくんだ。おお、出てこない。これいけるぞ。でもこれ、このままおいけるね。ふわっとしてるから。すげえ、おお、すげえな。で、滝に捕まっていくのか、今度は。なるほど。よっ、はい、っわー、いや、面白っ。あっちか。向こうは行った俺。行ってないな。行ってないから、ほこらやってから行きます。じゃあ、イゴションの祠。浮遊する水。はいはいはい。これすごいね。いつかキャッチされるのか。どういうことだ。できちゃうんだよな。うわー、すっげえ。すげえけど、どういうことだ。なるほどな、戻り子できるんだ。これはすごいわ。飛びすぎちゃった。おお、すげえ。宝箱どこだ。鉄の板がある。これが動かせる。どういうことだ。どういう当たり判定したんだか分かんないけど、あれか、あの中の芯のやつが当たり判定あるのか。いける。おお、すげえ、面白いな。で、下か。下まだ行ってないもんな。だからブロックゴーレムがいた気がするんだけど、気のせい。いるよね、やっぱね。中東か、まあまあまあ。空中で叩いてたな、ね、はい、終わり。
シュートは雑魚だな、まして。ほっ。おー、賢者の石だ。おー、またこれが来たのか。戻り子使うんだな。はいはいはい、さっき学んだぞ。よし、しかも多分戻り子の間は消えないんだな、これな。よいしょ。おっ、うわー、なるほど、これ動かせるのか。了解した。面白い。だからあっちに向かわせるようにすればいいのか。そうすると、え、どうすればいいんだ。こうか。負けてるな、普通に。よっ。ていうか、あの上に行ければいいのかな。そうっぽいな。これなら上行ってくれると思うんだよな。そうだよね。よし。いいぞ。おい、お、ついた、シドのところに。よっ。おお、なんだ。やめて、話したいんだ。やはりここは不思議な場所だな。体が軽くなったおかげで滝を登ったとき、思った以上に飛び上がってしまったぞ。慣れない場所では慎重に行かないとな。リンク、ここから先も気をつけて進もう。了解した。この滝登っていくのか。見たところヘドロの滝はすべてこの上の遺跡から流れ出ているぞ。つまりヘドロの源流があるとすれば。リンク、準備ができたら乗り込もう。行こうぜ。じゃあ、うん、よし、行くぞ。また背中乗るのかな。ういー、ゴー。お、この滝も結構高いな。うわ、引き出してるヘドロが。水の神殿、ハイラルの大水源だって。まあそりゃそうだよな。すげえな、ポコ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 飛ばしてんだ。の、なんと荘厳な、こんな建造物が里の上空にあったとは。ん？リンク、あれこそヘドロの発生源に違いないぞ。あれをなんとかしないと。ん？ああ、なるほど、水が溜まっちゃってんだ。そうだ、見えるだろう、リンク。あの水を使うことができれば。すげえリアルだな、このヘドロの表現。ちょっとよく声聞いとこう。おー、こういうのあるよな、プールに、でっかいプールの。
お、ダメか。ダガリンク、君も見ただろ、あの仕掛けを使うのは効果があったぞ。水の量が足りないだけだ。またあの音だ。子孫よ、我が子孫よ、ここはゾーラの清き水の源。あなたの持つ力を使い、四つの彗星を当て放てば水が集まるでしょう。いや、これは絶対声優さん違うと思う。俺、我の導きのままに。おお、まただ。今度ははっきり聞こえたぞ。四つの彗星、それを開けばあの水がめにもっと水を貯められるということか。ああ、よし、一緒に行こう。リンク、俺たち二人は力を合わせれば無敵だぞ。了解。じゃあこっちから行くか。上には行かないのか。これは後っぽいな。だから、すげえな、楽しいわこの重力。どうするんだ。あ、弾がある。どっかに入れるのか。あ、これだ。おお、弾も入れられるのかな、これ。もしかしたら入れられるのかもしれない。もしかしたら運べるのかもしれない。わー、すげー。なるほど。その辺で落ちてくるかな。うわ、すごいな。綺麗に入るわけないんだ。てか、あれが浮いちゃうから、あ、これ上止めなきゃいけないんだ、もしかして。この滝を止めなきゃいけない。いや、違う、これだ。これ水門だ。あー、こうしてこれで水下に流れるのか、で、はまるのか。そしたら止まるんじゃない、滝。あそこが開くのか。ない。よし、ゴー。あ？何してんだお前、シロは。このまま固定できないんだよな。わかった。で、こうだ。おお、これ気持ちいい。これは気持ちいい。来い、シド。今は気持ちいいな。おお、これで水栓を開けられたな。いい調子だぞ。残るはあと3つ。 OK、 あと3つ。いや、なんでこれがあるのかって考えたんだよな、ちょっと。内側への行き方わからんな。でも、
あ、あれか。なるほど。これは当てればいいのか。あー、オッケーオッケー。そういうことか。上から降ってきてんだ。ちょっと待って。あ、真上か。これは電気か。あ、さっきやったな、水力発電。そうか、はい、これできる。よし。で、電気通った。なんかつなぐもの、なんだこれ、何何ですね。あ、動かせんのかこれ。なるほど、これ水でつなぐんだ。そういうことだろう。うわー、なるほどな。そっか、それそっか、戻れ子使えるんだったら使えるか。よし、あー、なるほど、もう一回当てなきゃダメなんだ。これで、おお、普通に開くんだ。これで3つ目だ。うわー、あと1個が地下か。さっきんとこ以外あるのかな。まさか水飲みで消せるのか。そんなわけないよな。ここはいけないと思うんだよ俺。いや、でもここしかないな、入り口。明らかにここだな。え、これなんだろう。あ、待って、シド来い。そういうことか、シドの守りを使わなきゃいけないのか。これで、うわー、そういうことか。うわ、なるほど。で、はい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 、どうすればいいのか。通れた。あれでどうやって取るんだろう。で、これ そっちも飛べんの。うわ、飛べるわ、すごっ。うわ、あれどうやって取るんだろう。
それにしても下持ってくるしかないのか。よし、なるほどな。なんて面白い祠なんだ。祠ではないか、神殿か。これでいいだろ。よし、ちょっとその前にあれ取ってきていいか。この辺にすればいいのか。よし、とりあえずこれ取った。まあまあまあ、なんでもいいよ。宝箱を取ったっていう事実が大事だ。はっ、オッケー、これで全部やったな、リンク。よし、これで全ての水を満たせたぞ。もう一度中央の水星を操作だ、リンク。オッケー、どんなボスなんだ今度は。さっきのヘドロライクじゃないよな、さすがに。ヘドロが消えてなくなったぞ。これでサドモ。なんだ。なんだこいつ。オクタコス。何こいつ。やはり魔物か。お前が佐藤。なんだこれ、召喚したぞ。踊れサメみたいな。行くぞリンク。やるのはヘドロを生み出す力があるのか。じゃあお前じゃない、俺たちも協力して対抗するぞ。あ、くそ、相手の動きが予測できない。なんて攻撃だ、食らったらひとたまりもないぞ。頼んだぞリンク。あ、来い。こいつに当てればいいんだろ、とりあえず。さ、しっかりしろ。ジャンプ抜けんのかこれ。何をするんだろう。まずい、頼んだぞリンク。今食らったかリンク。水の力が必要ならいつでも言ってくれ。これいつでも当たんのか。当てた。いつでも当たるっぽいな。くそ、逃げやがって。いいね、リンチだ。いいよ、いいよ、ゾーラの槍。オッケーオッケー、あ、余裕だ。さあ、ここからパターン変わる。はいはい、ヘドロを踏み出すぞ。憎くなったよって。ヘドロだらけだ。水で流しながら戦うぞ。そんなの不要だ、あいつに当てればいいな。ヘドロが降ってくるぞ、気をつけろ。雑魚がよ。奴はヘドロの中を泳げるのか。あんなに逃げ回られたら追いつけないぞ。なるほどな、水飲みを当てるのか。
なるほど。どうにかできないか。これいちいち全部やんなくちゃいけないのか。いいぞ。抜いた。こいつ動き早いな。あー最悪。くそ。このリンチ感いいね。まさか矢で当てるのか。なるほど、そういうことか。倒せ。 OK。 なるほどな、矢で当てるのか。なんかちょっと可愛いな。でもこいつなんかハガレンのやつみたいだね。なんだっけ名前。なんつんだっけなあいつ。ヤンディみたいな。そんな名前のやつ。マガタモもヘドロで汚れちゃってるわ。お、2列目いった。21個だ。ミファーたちの先祖だろう。ミファー子どの子孫よ、我が血を継ぐ者子どよ。いや、ミファーと声優違うんだね。さっきからずっと俺たちに話しかけてきていた。私はあなたの遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゾーラ族の戦士にして水をつかさどる賢者。あなたの流れるような戦いぶり見事でした。さすがは我が子孫ゾーラの誇りです。あれはヘドロの元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石があなたの手に渡るのを防ぐことでした。魔王と筆跡だって。そう、これからのあなたにとって重要なことなのです。だからどうか聞いてください。封印戦争の悲劇、そして我が一族の運命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと、罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れました。それこそが魔王ですが、それに対抗すべく
初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がったのです。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を私たちに渡しました。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。私もその一人、水の賢者として降臨の槍だ。奇跡を携え戦いに臨みました。代々受け継がれてるんだ。しかし奴は強大でした。我が水の守りも貫く苛烈さ、恐るべき俊敏性。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのです。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が私のもとを訪れ、ゾーラ族の運命を決定づけました。いずれ魔王の封印は解け、再び動き出します。そうなった時、対抗する力が剣士リンクには必要。お願いです。水を司るゾーラ族の力を貸してください。我らに、なすべきことが定まった瞬間でした。魔王討伐は我らの悲願。我がゾーラ一族は魔王復活の時、再び水の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓います。これが封印戦争の悲劇と我が一族の運命です。あなたたちの活躍でゾーラの里は救われました。しかし魔王復活は近いでしょう。我が子孫シド、どうかこの秘跡を継承し、私が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてください。いやでもなんで、リンクと共に戦うことが俺の運命。まあいいや。俺はここに里を救いに来たつもりだったが、ハイラル全土を救えと託されるとは。ご先祖様のように俺もハイラルを守ってみせる。奇跡は俺が受け継ぐぞ。でももうシドは立派な王子って感じだよな。4人だ。俺は水の賢者。見ろ、これが賢者の力だ。攻撃はでも今後役に立つことが来るのか。さあリンク、手を。守りは強いけど。水の賢者シドの名において君と共に戦うことを誓う。受け取ってほしい。これがその証だぞ。これで全部の指が埋まるぞ。
その指輪で俺の力はいつでもリンクと一緒だぞ。改めてよろしくな、リンク。さあ、里へ戻ろう。お、ドレファン。あ、そっか、ヘドロもちゃんと消えるのか。よかったな。やべ。リンクさん、お帰りなさい。おお、見たか、リンク。ヘドロがきれいさっぱり消えたぞ。おかげでゾーラの里と民は救われた。いくら言葉を尽くしても足りぬが、礼を言わせてほしいぞよ。してシドよ。リンクの助けがあったとはいえ、里を救ったこたびの活躍、見事ぞよ。もうお前は我が後継ぎとしては申し分ない。これを機に、わしはお前に王位を譲ることを決めたぞよ。もう急に何を言い出すのです、父上。いや、前々から考えておったことだ、シドよ。お前はヨナと手を取り合い、新しき王となり、二人で共にゾーラの里を導いていくのだ。俺が王に。ありがとうございます、父上。必ずや期待に応えてみせます。よく言ったぞよ。さあ、神王の冠をここに。ハイラル一の剣士が見届け人ぞよ。王位継承ですか。皆の者、静粛に。父ドレファンより、この冠を受け継いだ。今この時より、俺は王となった。ああ。そして同時に、ヨナを王妃に迎えることにしたぞ。いい子だもんな、この子な、ヨナ。ヘドロの脅威は去り、私たちは怯えることなく、この美しい空の下で泳げるようになりました。それはシド王とここにいる剣士リンク、そして里の皆の協力のおかげです。私はこの里の一員になれたことを誇りに思います。ですが、全てが解決したわけではありません。そうだ、ハイラルの血が不穏な波に入れる限り、手に入れたゾーラの平和も簡単に泡へと消える。今度はゾーラ族がリンクを助ける番だぞ。皆も力を貸してほしい。我が妻ヨナと王としての俺の初仕事だ。わあ！さてリンク、ゼルダ姫の剣だが、秘跡を手にしてみて見た光景で、時の賢者と呼ばれていたあの女性、一騎打ちなんて言葉では済ませられない、俺たちのよく知るゼルダ姫だった。対して昨今目撃されているゼルダ姫は、人々に害をなし、父上をも襲った。俺はゼルダ姫が遥か過去、ご先祖様の時代にいるとしか思えないのだが、ならば今この時代にいるゼルダ姫は一体。正体が何であろうと探し出して直に聞いてやろう。リンク、王となったばかりで一緒にいはいけなくて申し訳ないが、姿を消したゼルダ姫の行方については引き続き情報を集めておく。またゾーラの里を訪れておくれ。リンク、俺と君はいつも賢者の力で結ばれているぞ。水の賢者シドとの盟約。水の賢者シドと盟約を結んだ証し、使うことでシドの分身を呼び出したり戻したりすることができる。そういえばリンクはリトの村とゴロンシティと、それにゲルドの町も回ってきたとのこと。
それだけ調査した情報があるのなら監視トレードのみんなもそれも聞きたがるはず。お、新たなイベントだ。一度報告に戻ってみたらどうぞよ。なるほど、監視トレードに行けってことか。